千葉国は、日本の政治家。元衆議院議員。元参議院議員。宮城県出身。中央大学法学部卒業。1941年9月12日、宮城県仙台市に生まれる。1965年、中央大学法学部を卒業する。その後、総価学会党北業務局長を経て、公明党中央委員になる。1990年。 第39回衆議院議員総選挙に公明党公認で旧宮城一区から立候補するが落選。1993年第40回衆議院議員総選挙に公明党公認で再び旧宮城一区から立候補し初当選する。当選者5人中、ただ一人の新人当選者だった。1994年12月、所属する公明が新進党に合流。 1996年、第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で、宮城2区から立候補するが、自民党公認の中野正氏に敗れ落選する。1998年、第18回参議院議員通常選挙に、比例区から、公明公認で立候補するも、辞典となる。2003年、沢田巻の死去により繰り上げ当選。7年ぶりに国政に復帰する。 2004年参議院議員の人気満了と同時に政界を引退する2010年10月26日遺願のため死去。ありがとうございます。